チャオ、あっちゃんです。今日は5月の30日、月曜日です。はい、病院行ってきた帰りに、スーパーでちょっとね、食材買ってきたから、今日はね、お刺身。キハダマグロの子、245g で387円。と、お豆腐とアボカドで食べたいと思います。はい、まず、お豆腐。どうなってる。流し込みの豆腐やなこれ。崩れた。切っちゃえ。いいです。はい。はい。入れて。それで一品出来上がりですって。ここにねあれをしよう。仕掛けて、これ決め方じゃない。よし。で、ね、めんつゆ4倍めんつゆかけます。これで一品出来上がりです。ちょっと返しておこう。アボカド、真ん中で切れます。プリって割ったら取れるからいきます。アボカドわさび醤油で美味しいよね。アボカドディップにするのも好きやねんけどね。完成です。これね、ちょっとちっちゃいかな思ったら意外とね、分厚いからね、どう切ろうかな。この辺で切ろうかな。
日でお刺身完成です。今回ね、245g あるから結構量は多いかも。でも多分ね、子供ちゃんたちこれがペロッと一食でいっちゃうんよね。はい。ということで、これも洗って、ひっくり返して洗っていきます。はい、ちょっと出来上がりね。押しとくんです。いつも。こうやってね、溜めとく。裏のね、洗濯機の横っちょのところに掘り投げて、ね、あそこで、乾燥させておく。ここね、あちゃんに使ってるところの右側が、元のベランダになって、今の室内になってるんだけど、お父ちゃん改装して壁作って、でその中に洗濯機置いてあるんだよ。これは足元のところに打ち投げといたら、乾くからね。で、まとめて、やっていきます。洗って。これもね、打ち投げて乾燥させておきます。出来上がりましたってことでね、食べたいと思います。はい、できました。マグロのお刺身と、アボカドのお刺身とお豆腐のお刺身、はい、ということでね、冷ややこです。はい、これで食べたいと思います。はい、ではいただきます。うん、白米は美味しい。幸せ。今日ね、ベロのプッチョが炎症起こしてて痛いんよ。アボカドは一緒に食べるの？いや、一緒に食べても別に食べるよ。お豆腐食べたいと思います。うん、美味しい。お刺身、アボカド、とろける、おいしい。アボカド一緒に食べたらおいしいんやな。一緒に食べたらおいしいやろ。アボカドとお刺身と一緒に食べます。うん、美味しい。うん、やばいです。なんかね、お豆腐食べたかったんよ。うん、やばいです。ということでね、子供ちゃんがしゃべらへんから、ゆっくり食べていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。